ねえもみじ。なんです?あやさん。もみじのナイスバディの姿記事ネタにしていい?記事ネタにしたら切りますよ。もみじさん冗談です。いやもうちょっとマシな記事ネタ考えなさいよ。例えば今流行りのものとかさ。逆に流行りものだったら読んでくれなさそうと思うんだけど。そんなこと言われても。お前は最後に殺すと約束したな。あ、飯綱丸様からメール来てる。何をおかしい。旗手さん、メールの内容は?大至急来てほしい、だって。なんかあったんですかね。まあとりあえず、行ってみよっか。飯綱丸様、ただいま戻りました。すまないな。いきなり呼び戻して。いえいえ、というか表情が曇ってますけど、なんかあったんですか?あ、実はな。わかりますよ。飯綱丸様、私たちを呼んだ理由、それは、ストーカーされてるんですよね?え?それじゃないんだが。え?違いました?そもそもどうしてわかったんだ?あの、飯綱丸様、誠に申し上げにくいんですが。ポン!玄関がバキの家みたいにペンキかなんかで書かれてましたよ。なに?落ち着け!飯綱丸様が、ストーカーに会うなんて。ストーカーの玄関にて自分が、ストーカーされてることわかると思うんだけど。てかちゃっかしと一目惚れとか、書いてあったし。あは、多分疲れてたかもしれんな。いやいや、飯綱丸様、苦笑いしてる場合じゃないですよ。いつからストーカーされたんですか?その特徴は、ないんですか?ストーカーしてるやつの容姿とかは。わかったわかった、話から。おとといぐらいだったかな。いい天気だったから外へ散歩してる時だ。何か気配がするなと思って、後ろを振り返ったら。ポン!昨日後ろに人がこちらを見てたんだ。怖い。昨日後ろにおったということは、後をつけてきたんですか?その可能性は高いな。いつから後をつけてきたのか、わからないが。お、恐ろしいな。そいつ、その後、どうしたんだ?あまりにも恐ろしかったからさ。ポン返してやった。は?やつめ返すなよ。ハンダめっこすんな。ハネブームでかくない?ヤフレンキンホー。だが、向こうが何してくるかわからないから、飛んで逃げたよ。まさかこの大天狗である私が。怖い。私も気をつけなきゃ。そうですね。そいつもしかしたらストーカーじゃなくて、飯綱丸様のファンじゃないですか?だけないだろああ、なるほどですね。めぐむ美人だからストーカーされても仕方ないか。なに納得してんだよ。バカ美人言うなし。いやいやいや、飯綱丸様のファンだったらそこまでしないですよ。飯綱丸様、私の勘ですが、もしかしたらそのストーカー野郎は、盗聴器をつけてるかもしれません。この家の中部屋全部探してみましょう。それにストーカー野郎は、何を企んでるかわかりませんし。まさかそいつ飯綱丸様を、テロ同人みたいな展開に、高田さんちょっと部屋に来ようか。何もかもおしまいだ。あやー、そっちなんか怪しいもの見つかった?見つからない。ほとんど仕事関係の書類ばかり。ありそうと思ってたんだけどね。飯綱丸様はここで仕事してるから。でかい飯綱丸様、怖かったね。確かに、威圧が半端なかったもん。とまあ、飯綱丸様のおる部屋に、行こっか。そうだね。飯綱丸様、何も怪しいものはなかったです。私も部屋中探しましたが、なかったです。そうか、それは残念だ。めぐむ、寝室にこんなものあったぞ。これって、コンセントの差し込み口にこんなものがあったんだ。盗撮カメラか何かかと思ったが、これは盗聴器かな。うわぁ、そいつは私の声を聞いてたというのか。それと、司が犯人捕まえたらしいぞ。歩きます。誰だお前は!あ、どうも罪袋です。いや自己紹介しなくても知ってるわ。あんたね、飯綱丸様をストーカーしてるのは、あんたでしょ?玄関の落書き、そしてこの盗聴器、飯綱丸様は怖がってるのよ。どう制裁しようかしら。わざとのど真ん中で公開処刑。熱湯風呂に入れる。ムカデの餌にする。あなたのトラウマを耳元でささやく。うわぁ!下水こと考えるな。ちょっと待ってください。そんな圧感かけないでもらえませんか?これも厄介は怪我があるんです。嘘をつくな。白状しないと。いやいや、
袋は嘘などついていない。イズナマル様？何を言ってるんですか。こいつはイズナマル様を聞きまくったんですよ。それはわかってる。私が事情説明してもいいが、罪袋、お前が説明してくれるか。はい。遡ること数週間前のことです。俺は餓死寸前だった。数週間は水も飲まず、何も食べてなかった。もう俺の人生はこれで終わりか、儚い人生だったと、その時だった。おい、大丈夫か？え？もうすぐ日が暮れるぞ。帰らなくていいのか？あ。お腹空いてるのか？ならこれをあげよう。え？私が握ったおにぎりだ。遠慮はしなくていい。食べると美味しいぞ。じゃあ気をつけてな。イーズナマルさんは、俺を救ってくれたんです。命の恩人です。だから、一目会ってお礼を言いたかったんです。先ほど言われたように、玄関の落書きは、俺が、書きました。恩を忘れられなくて。じゃああの盗聴器は？あれも俺がつけました。もう二度と、こんなことしません。そういうことだったのか。盗聴器は、まあ、すまないな。ここ最近多忙で、合わせる機会がなくて。いいえ、いいんです。後で玄関のペンキ消しておきます。あと盗聴器も捨ててください。とまあ、解決なんですかね。まあ今回は見逃してやろっか。またイーズナマル様に手出したら、ただじゃおかないわよ。あの、イーズナマル様。どうした？俺とお付き合いして。はい、気持ち悪い。